僕たちネンドロイドの前にゆるソフビっていうシリーズがあったんですよ。失敗しました。ちょっと可愛く怪獣を作るみたいな。でそれを作ってたチームがのことをネンドロンって呼んでたんですよ。フィギュアの卵を産む怪獣っていうネンドロンっていうチームがあって、その彼らが最初のネンドロイドを作ったんで、そのネンドロンが作ったよっていうのも含めてネンドロイドっていう名前をあんまり考えずにつけちゃったんですよね、その後ちょっと後悔したんですけど、今はもう OK かなと思ってます、あんまりクールじゃないと思っちゃったんだ当時。なんかかっこ悪いと思ったんだよね。えなぁと思って、ネンドロンと思ったけど、まあいいかと思って。僕はグッドスマイルカンパニーの代表の秋貴典です。グッドスマイルカンパニーはもともとはタレント事務所として会社ができました。声優さんとかアイドルとかが僕たちの事務所に所属していて、その子たちを売り出す会社としてできたんです。でただそのタレント事務所の方はすぐに失敗して、でそのタレントの中に、僕たちの会社に所属しているタレントの中にマックスファクトリーの社長のマックス渡辺さんがいて、で彼のお仕事を手伝うようになりました。それでこう僕たちはホビーワールドに参入することになったんですね。僕たちはフィギュアの会社じゃなかったので、彫刻をするスカルプターがいなかったんですね。なんで外部の人たちと一緒にやったりしてたんですけれども、なんでそれは原型師ってまだ言えないような人たちと一緒に、ここにゴミ箱を抱えてね、でパテをこうやって削りながら作ったのが000の猫歩くなんですよね。鳥取の工場は僕たちはその R&D だと思ってて、開発フィギュアを作るための方法、生産をより効率的にするためにいろんなトライをするために作った工場です。中国でにメインのファクトリーがあるんですけど、中国だとどうしてもこう人がたくさんいるんで、人の数で問題を解決できちゃうけど、それだけだと将来難しくなるから、もっとこうフィギュアの生産を効率的に、我々がずっとフィギュアの生産を続けていけるように研究をして、それを実践するための工場として設計してローンチしました。生産ラインで真面目にその責任感を持って働いてくれる人たちがとても多いっていう感想ですね。谷本哲也、この工場の工場長です。今世界中でフィギュアの市場ってどんどん拡大してます。でもっともっとたくさんの方にフィギュアを届けたいんだけど、このフィギュアの作る過程ってものすごく手作業なんですよ。だからたくさん作れない。でそこをどうしようかということで、もっともっと機械化、オートメーション化できないかということを、この日本の工場は研究してます。メイドインジャパンとしてフィギュアを作ると同時に、もっといい作り方がないかということを研究するラボでもあるんですよね。で、ここで開発した技術を持ってもっともっと世界中の工場を発展させたい。で、この楽付き工場が世界の工場のマザーファクトリーになるように、今そんな動きで、いろんなことを開発してます。最初は、金型っていうものに流し込んでインジェクションしてパーツを作る。で、それをきれいにして、塗装をする。で、目は担保印刷っていう特殊な印刷をするんですけれども、それで最後に、組み立てて接着をして、箱に詰めて出荷するっていう流れになります。簡単に言うとそうなんですけども、ものすごい工程があります。
スマイルカンパニー企画部の巨人です。JP セクションというセクションでマネージャーをやっています。巨人っていう名前は体が日本人にしては大きいから、ジャイアントの意味ですね、日本語で。まあ、結構うちの会社そういうニックネームをつける文化があるので、表向きには巨人と名乗ってます。フィギュアの企画はその映像で言うとプロデューサーとディレクターを兼ねているようなところが結構あります。企画は最初どういうフィギュアを作ろうかなっていうところから始まるんですけど、まあ、これでこのフィギュアを作ろうと思ったらまず、キャラクターの版権元があることがほとんどなので、その場合は、版権交渉からまず企画の担当者が行きます。それで、まあ、このフィギュア作りましょうということの合意が取れたら、まあ、使用書、フィギュアの設計図を作るんですね。まあ、ネンドロイドの場合はこういった設計図があります。これはフォーマット化されてて、まあ、これに従って、作っていく形になります。使用書ができたら、あのうちの中に制作部という原型デコマスを作っている部署があって、そこと打ち合わせして、まあ、細かいこういうところにこだわりたいみたいな話をして、実際に制作が始まると、まあ、ラフタリアの場合は最近7割ぐらいは 3D で原型をやっています。で最初にこういう 3D の原型が出てきます。これプリントアウトですけど実際画面で作られています。その 3D のモデル上でも結構こう修正をその制作のディレクターと話してこう直したいっていうのを相談しながら進めていって、結構細かいんで分かりづらいかもしれないです。これが最初に出てきたやつで 3D 原型で最終的なのがこちらです。なんかここにシワがついていたりとか結構細かく変わっていったりしてますね。髪の毛とかがちょっと少しこうなんだろう、作り方というか束が変わってたりとか、この状態を見てある程度形ができたら、これちょっと実際のものがないんですけど、なんて言うんだろう、ちょっと出力するスピードが速いけど荒く出ちゃう 3D プリンターで、途中でこう実際に何だろう、出してみないとわからないところもあるんで、出してみてチェックをして、これはなんか制作ディレクターが修正を入れている画像です、こういうふうに直してくださいという。 3D 原型が終わったら実際にこれ出力して原型がこれです。 3D プリンターで出した後に磨ったりとか、あとは出すとなんか細かいところがやっぱりこう画面とイメージが違うところがあって、出した後にも少し直しが加わったりします。で、まあ、原型の段階で一度その版元さんにこの形でいいですかっていうチェックが入るんですけど、まあ、それが問題なければ、これを複製を取ります。それはあの実際シリコン型っていうちょっと柔らかいやつで、まあ、これを、まあ、複製で分かるかコピーを取ります。工場自体は9割中国、製品の9割は中国で作っていて、日本にも3年前かな4年前かなに、鳥取県っていうちょっと東京から離れてるんですけど倉吉工場を作って、そちらでも何割かは作っています。でこちらは、まずは原型を、あのこれの元になる原型を中国に送るところからスタートします。で、こちらをあの中国の工場が受け取ると、これを、まず量産のために、金型を作るんですが、金型を、作る、プロセスに移ります。で金型ができますと、そこから、テストショットって呼ばれている、金型で抜かれた、製品のサンプルが送られてくるんですが、それをだいたい、3回から5回ぐらい、こちらでチェックをしてコメントを返す、そういった修正を繰り返します。
まあ、例えばその形がしっかり出ているかとか、今度は彩色の話になるんですけど、やっぱりこの髪の毛のグラデーションっていうのはネンドロイドの一番特徴、一つの特徴なんで、そのグラデーションがしっかり再現されているか、あとはそのもちろんこのアイプリントが、きっちり正しい位置に正しい色で押せているかっていう、これはパッドプリント、担保プリントと呼ばれているもので、プリントされているんですが、それが、一番こだわるところですね。まあ、さっきお話した通り、その僕らの商品はネンドロイドがほぼ9割以上中国で作られています。で、もちろん工場と共同で作ってきたんですけど、やっぱりその僕らの手元に、ノウハウを残したい、そういう気持ちもあって、鳥取でのそのネンドロイドのプランっていうのが始まりました、なんでそうですね、結構その実験的な要素も鳥取では取り入れています。グラデーションマシーンを作ろうとした時に、いろんな大学の先生とかロボットメーカーにお話をしたんですけど、どの方も無理だって言われて、で日本はもとより世界のロボットって綺麗に塗ることは得意でもグラデーションしてって言うと途端にできませんって断られちゃうんですよね。でその中でとあるメーカーさんがもしかしたらできるかもって言ってくださって、で一緒に開発して約1年がかりで開発して、この工場にで初めてグラデーションっていうのを自動化しました。で、こちらで、ネンドロイドの頭だったりとか難しいグラデーションを今どんどん、開発しながら、量産してます。僕らのネンドロイドの髪の毛に特徴的なのはこのグラデーションなんですが、自然なグラデーションの流れを出すところにものすごくこだわっていて、ここはそのワーカーさんをかなり長い期間トレーニングをして実際このグラデーションを再現しています。もちろんチャイナファクトリーでもやってはいるんですけど、チャイナファクトリーはやっぱり僕らの商品だけじゃなくて今いろんなメーカーさんの商品を作ってるから、工場独自でのトレーニングなんですよね。でそれに対して僕らはやっぱこれを作るときに、ネンドロイドのまさにこのグラデーションを再現するために特化したトレーニングっていうのを行ってましたね。まずはそのプロトタイプをうちの制作チームが、プロトタイプのプリントを作りまして、でそれはまたちょっとプリント技法が違うんですが、一度イラストレーターの、データに起こします。でそれから、一色ごとに版を起こしまして、版画のような感じで一色ずつプリントしていってこの形になっています。こちらの機械は全部で8色あります。ということは8つの版を重ねてこの顔になるんですけれども、例えば女の子のキャラで目の中に星があったりもっと色が多かったり、例えばそうすると10色になったりするんですよね。で10色あるとまずこちらで8色打って別の機械に持って行ってあと2色を足したりと、すごい手間がかかります。また8色だから簡単かっていうとそうじゃなくて、やっぱり一つ一つの版を決められた位置にセッティングするのがすごく大変なんですよ。でそれにものすごく時間がかかります。でそれを一個一個チェックしながら、きちんと決められた位置に打ててるかっていうのを確認しながら気をつけて生産しています。キャラクター性をどう表現するかっていうところで、優しい表情なのか、例えば怒っている表情だったりとか恥じらっている表情だったりとか、どういう表情なのかっていうところは、正しく理解をして、でそれを再現するように心がけています。あとはもちろん目なので目線がちゃんと合っているかみたいなところは厳しくチェックして、それが僕らの満足がいくまで何度もトライを重ねている状態です。こちらのサクラミックは、ラク付き工場で、初めて作ったネンドロイドになります。もともと私も原型師だったんですけど、そのいろんな商品作らなきゃいけなくなっちゃったので、それをこう支持する側に回った形なんですけど、いろんな原型師さん、社内のスタッフも社外のスタッフもいろんな原型師さんと連絡を取って、で
作ってきたものに対してここを直してくださいとか、ここはこういう方がとても魅力的ですっていうような指示をさせてもらってます。で、最終的に商品のクリエイティブの責任を取るっていう仕事ですね。アニメだったらアニメの設定画が一番正しいと思ってるんですけど、まあ、例えばフィギュアにした時にちょっとこの色を強調してあげた方がいいなとか、バランス的にこの色は少し落ち着かせた方がいいなっていうところが絶対に出てくるんですよ。で、それを見極めて彩色の人に指示してます。私が作っていた時は粘土のようなもので作ってたんですけど、今の社内のスタッフなんかは、まあ、3DPC も使うし、手作業のパテも使いますね。両方できます、ね、私は手作業の方が好きです。一人で作ってた時はやっぱりこういう風に自分の中にこう一人で潜ってこうやっていく仕事だったので、なんかこうちょっと気持ちが落ち込んだりとか、なんか悩んじゃうと答えが出なくてすごい困ることも多かったんですけど、今ディレクターとして仕事しているとすごくいろんな人と関われるので、なんかいろんな人がどんな考えを持ってこれを作ってるのかとかがすごい細かく聞けて、自分が成長したなっていうふうに思います。まあ、でもそういう意味では複製するために分けてるかもしれないけど、まあ、最初に作ってるんで複製の段階ではそのまま型を取ることがほとんど、複製をしたら、これと、まあ、同じものが出来上がるんで、それに色を塗ったのがこのデコレーションマスターと呼ばれる彩色見本です、ね。なんでそもそも複製を取るのかっていうと、まあ、何個か理由があるんですけど、一つは原型は一つしかないんで、それをこの後出てくる製造のところでも使わないといけないですし、こういう色を塗るための見本も作らないといけないっていうところと、あとこれは実はこれグレーで、まあ、本当の色はもうちょっと違ういろんな色があるんですけど、これはサーフェーサーを吹いてるんですけど、これは白いキャストで作ったものに色を塗っています。でこのデコマスを作る段階でも、なんかここ一回、まあ、打ち合わせをしてから塗るんですけど、こう出てきたものを見て、例えばなんか髪の毛がちょっともうちょっと明るい方がいいだとか、の目がちょっとキャラクターのイメージと違うとかいうところを細かく修正していって、最終的に完成まで持っていきます。本当は多分色をつけて皆さんに見せたいんですけど、なんか原型が出来上がった時点でいち早く多分皆さんに見せるためにただ色がついてないという状態なんですけど、グレーにしておくと造形のこう影とか光が当たってるところとかがとっても分かりやすいので、多分みんなグレーにしてるんだと思います。挑戦かわからないんですけど、最初ずっとその固定フィギュアを作っていたので、最初ネンドロイドとかを始めた時はいろんなポーズを取れなきゃいけないんですけど、なんか同じ形でこういろんなポーズを取らなきゃいけないから、それの調整がすごく大変でした。スタチューのフィギュアはその関節を入れる必要がないので、なんかこう筋肉の流れとかをポーズによっていろいろ作り込めるところが面白いですね。例えばこう脇とかがこうそのポーズに合わせてかっこいい形になってるとか、そういうところを作り込めるのが楽しいところですね。で、ネンドロイドの場合はやっぱりなんといっても顔が交換できるので、そのいろんな表情を作れるのがすごく楽しいと思ってます。バラバラだと当然なんか細かさによって違うんですけど、少ないものでも 3,40 ぐらいはありますね。多いってでもカンコレとかだとすごいあるんだよな多いと80とかある時があると思います。まあ、例えばネンドロイドは、はい、まあ、例えば顔が取り外してたりとか、まあ、
腕が動いたりとか、まあ、最低限 の稼働フィギュアのマナーを守っているので、まあ、その辺の調整を、まあ、製造用に、アレンジ最適化してで商品にするっていうことで、まあ、実際そのユーザーさんが遊べる形に落とし込む。で僕らでやっぱそのたくさんそのアクションフィギュアだったりとかを検討してその最適な素材は何かなっていうところを考えてこちらからその指定をするようにしました。もともとその PVC ABS って素材はそのホビーの世界でよく使われている素材だったんですけど、まあ、よりこちらから指示してそこを狙ってやっていくことによってよりそのなんていうかな糸にマッチしたものだったりとか、出したい雰囲気とかがより出せていると思ってます。あとは例えば武器だったりとかそういったシャープさとかを求められる部分に関しては、まあ、ABS だったりかっちりその形を再現できる素材を、作ったりとかっていう工夫をしています。というのは僕らのその商品っていうのはやっぱりその色をつけなきゃいけない、っていうのでまずその、まあ、成型色で再現するっていう話だったんですけどその PVC っていう素材はその素材そのものに色をつけるのが、できる素材なんですね。やっぱ硬すぎる素材だとユーザーが使いづらいんで、その硬さを変えられるっていうのも PVC の特徴になってます。あとこの辺の紐は一見柔らかそうに見えるんだけどでも実はこれは ABS を使っています。というのはその形をキープするため、形をキープするためにここは ABS という素材を使ってこのふんわり浮いているような雰囲気を出しています。基本製造部という部署がうちにあって基本はそこがその製造の進行管理であるとか、をやってるんですけど企画はその上がってきたサンプルを見て、最終決定をするというか、まあ、これでいくかどうかっていうのを決めるみたいなところでダメなところがあれば実際に指示をして、まあ、この原型とかデコマスと同じなんですけど色であればもうちょっと濃くしてくださいとか緑を強くしてくださいとか顔がちょっとデコマスに比べて可愛くないですねとか言って指示をして直してもらう。でそのままそれが、OK であればこれで製品を出しましょうっていう承認をする役目をしています。で僕は最初からいたから僕が見て判断することが多かったっていうか全部僕が判断してたからで僕はこうそのフィギュアを何百体も見てるうちに多分僕も成長してフィギュアをチェックできるようになったんだと思うんだよね。だからなんとなくこう僕はボスだっていうこともあってみんな僕の OK が出れば OK っていう感じになっていきました。その名残で今も僕が最後にはチェックするようにしててで結構それで直します。もちろんその原型の段階から僕らはそのチェックさせてもらってで例えばこういうところがその製品になった時に問題になりますよねっていうところは事前にこう話してまあ、もちろんその制作なんでかっこよく見せたいっていうところとあと僕らの実際現実的にこう作れるよねっていうところ のマッチングは僕らがチェックしてやってます。もちろんその制作の段階から一緒にやってます。実際にやっていることはそこまで大きく変わらないんですけれどもその一番やっぱり大きな変化というのはそのデジタルがかなりその製造のプロセスにも入ってきた。例えばその13年前はだいたい原型はその手で作られたものがほとんどだったんですがもう今ですともうこのエンドロイドとかはもうデジタルがもう7割ぐらいの印象、まあ、ほぼデジタルで作られているっていうのでその原型を作るプロセスがかなり早くなったっていうこととあと実際もすでにある製品をフォローしてその原型の段階から製品のことを考慮したもう設計ができている。で それによってその実際の製品のクオリティっていうのもかなりその、短期間のうちに上がっていると思います。倉石町の石田幸太郎と言います。倉石のために一生懸命頑張ってますのでどうぞよろしくお願いします。グッドスマイルカンパニーが来たことで
本当に新しい文化が育ってきたと、まあ、そういう意味でも大きいですし、まあ、観光にも大きな影響を与えた、本当に幅広い影響を与えた企業進出だったというふうに思っています。それがまあグッドスマイルカンパニーが進出したことによって、そういう新しいヒップホップカルチャーの文化に馴染んだ若者たちが訪れて、たくさん訪れていただけるようになったというのは本当に大きな意味があったなというふうに思っております。そういう倉石という街を好きになってくれる若者がたくさん増えた、それがまた倉石の市民の大きな刺激になってきたという意味でもですね、このグッドスマイルカンパニーの進出というのは大きな効果があったのではないかなというふうに思っております。日本のなんかその分かんないけどお茶碗とか刀と日本刀とか何でもこう作った人の名前ってすごく大事じゃない？どの職人がどの組織の誰が作ったかみたいなのがすごく僕大事だと思ってて、で本当にそのままで表記するように何も考えずにそうしてたんだけど、そうすることによってなんかこの原型師が作ったものは次も欲しいみたいなちょっとしたブランドになっていくのも発見されてね、だから書いててよかったなと今は思ってます。なんかエンドロイドでいくつかチャレンジしてその後大きなスカルプチャーを作るみたいな人たちもいて、なんかだんだんこの人を応援しててよかったみたいな感じになったりすることもあるんで、とてもいい方法だと思ってます。フィギュアを特に日本なんかだとフィギュアを買う文化っていうのはもともとあまりなくて、どうしてもこうちょっと人の形をしてるんで少しセクシャルでしょ、なんかちょっと買うのが恥ずかしいみたいな、リロビット変態みたいな感じがあったわけけど、やっぱりネンドロイドとか少しカジュアルなものが出てきて、で作品もたくさん世の中に生まれて、でそのキャラクターを手元にもっとカジュアルに置きたいみたいなお客さんのニーズっていうのはネンドロイドとかがあったおかげですごく広がったと思ってます。で今ねさっきも話したけど、そのアメリカのコンテンツ IP とか、あと今これからだと中国の IP なんかもすごく人気が出てくると思うんですよね。でフィギュアの世界でだ僕たちが今考えているのはいろんな国のコンテンツが、フィギュアをうまく使って、フィギュアはそういう役割があると思うんですけど、そのいろんな国外に国の外にそのコンテンツを広げていく、で彼らの手元にフィギュアが届くことで、その中国の IP よく知らなかったけどこれすごくかわいいだから原作を見てみようとか、やっぱりアイアンマンかっこいい、ね、これ手元に来たアイアンマンやっぱり俺ずっとこの手元にあるからこそずっと好きだみたいな気持ちがより大きくなっていくと思います。だからフィギュアがその、まあ、ネンドロイドもそうですけど、その世界中のコンテンツを世界中に広げる役目を強く担っていったこの10年ぐらいで、これからも多分もっとそれが強くなっていくんじゃないかなと考えています。その作り続けるためにはそのマーケットが必要 で環境も作らなきゃいけない、でファンも増やし続けなければ一生懸命物を作る人たち、スカルプト、まあ、彫刻をする人たちの仕事が続けられなくなっちゃうと強く思ったんです。だから僕たちはマーケットを日本、アメリカ、中国で広げていく必要があるとすごく強く感じました。だそのためのお仕事をずっと続けてきたんで、今は彼らが作りたいものをほとんど作れるし、で10年後20年後も彼らは作っていられると思ってるから、だからそのために技術をもっともっと磨こうと思ってる、それはすごくいい環境が作れたことは僕たちはすごくハッピーだと思っています。でフィギュアはその前は昔は日本で人気になったアニメのフィギュアを作って、けどアメリカでは放送されてないとか他の国では放送されてなくてちょっと遅れて放送されるとかが多かったんですよ。ネンドロイド難しいうーん、なんだろう、なんかこう買って
ってくれたお客さん、まあ、見てくれてる人でもいいかなのこうなんか気持ちを楽しく明るくさせられるものなんじゃないかなって思ってます。それはネンドロイドに限らずフィギュアみんなそうかなって思うんですけど、なんて言うんだろう、まあ、もうすでに僕の一部になってしまったような感じもあります、うん。まあ、あとはそうですね、まあ、ここまで僕もシリーズが1000番以上続くと思っていなかったので、ここまでこう長いシリーズになったことをとても嬉しく思ってます。まあ、そういう意味ではこう今は生活の一部というか、なんていうのかな、今のこうもう今生きている中ではこう常に頭の片隅であるものであり、家族とまでは、家族っていうと変ですけど、なんだろうな、こうすごく身近にあってずっと考えているものなので、すごく愛着はありますよね。これからもネンドロイドをこう楽しむ、僕らもより良い商品を、お届けできるように頑張りますので、皆さんも、よりネンドロイドを楽しんでいただけると僕としてもとても嬉しいです。ネンドロイド、まあ、ちょっともうもはやなんつかな、戦友って感じ一緒にいろんな世界を切り開いてきた仲間だと思ってます。これがね、いろんな国のいろんなアニメスタジオとかゲームスタジオのクリエイターの机の上に必ずあるんですよ、どこに行っても。なんでね、僕たちの仲間がねこう増えてる気がするんだよね。だからなんかもっとねこうウイルスのようにね世界中にね広がってほしいと思ってます。僕の分身ですね。だって代わりにさ、いろんなところに行ってくれるからね、僕の代わりに。